どうも、霊夢です。マリサだぜ。すごく可愛い感じの動画を見つけたんだけどさ。一緒に見ない？可愛い感じ。どんな系統の動画なんだ？女子力アップ系ね。ほうほう。モーニングルーティーンってあるじゃない？可愛いモデルとかタレントとかがいっぱい動画を上げてるやつだな。それそれ。そういう人たちの日常は参考になるのよね。わかるわ。自分も真似したら綺麗になれそうな気になるよな。でしょ。それでさ、すごく参考になりそうなのを見つけたのよ。いいねえ。ちなみになんて人のモーニングルーティーンなんだ？キメイマヤさんです。え、今なんて？なあ、長くないか。始まったばっかりでしょ。え、今破壊しなかったか。女優を目指す乙女たち、おはよう。キメイマヤです。この人別に女優でもなんでもないだろ。寝起きのノーメイクは初公開なのでちょっと恥ずかしいわ。バリバリ整えてるじゃん。あーん、マヤさんって寝起きでも綺麗なのね。どういう美的感覚なんだ。今日は私のモーニングルーティーンを紹介します。美の秘訣がいっぱいだからぜひ最後まで見ていってね。あーん、楽しみー。不安しかないぞ。あら、ワンちゃんだわ。これはコンパニオンドッグのモカちゃん。とっても可愛いでしょ。全然懐いてないじゃん。朝はこうやって窓を開け放って、新鮮な空気をいっぱい入れるの。なるほど。みんなも試してみて。とても気持ちいいから。ここが我が家の洗面所。これから歯を磨いて、シャワーを浴びます。なあ、まだ見るのか。何よ。すっごく面白いじゃない。私のお気に入りの歯磨き粉を紹介するわね。待ってました。こういう情報はありがたいわ。ザクと、は、闇にはこれが一番ね。おっさんじゃん。じゃあ、ちょっとシャワーを浴びてくるわね。覗いちゃやーよ。なあ、まだ、見るわよ。来たのー。酒場通りには、鼻歌のセンスがダサくね。なあ、うっさいわよ。さて、そろそろ朝ごはんにしましょう。待ってました。美人は朝に何を食べてるのかしらね。朝ごはんといってもスペシャルドリンクなの。私って朝は食欲がないのよね。牛丼が見切れてるけど。マヤのスペシャルドリンクの材料はこちら。シークワーサーと炭酸水よ。へえ、シンプルなのね。でも健康的な感じがするわね。たっぷりお日様を浴びて育ったシークワーサーをこれまたたっぷり絞るのよ。何その雑なレシピ。さらにここからがスペシャルなの。あとひと手間足すだけですごく美味しくなるのよ。へえ、何かしら。焼酎。居酒屋ですやん。なあ、ぶつわよ。私が毎日欠かさず飲んでるサプリを紹介するわね。あーん、そんなのあるのね。ぜひ知りたいわ。酒豪伝説。朝から焼酎だからな。へえ、私も試してみようかしら。おい。あらあら、そろそろ出かける準備をしなくちゃ。朝は忙しいわね。なんか時計は様になってるな。じゃあ、特別に簡単ナチュラルメイクを教えるわね。じゃあ、待ってましたー。はい。出来上がり、だと思った。
なあ、しつこいわよ。最後にランニングに出かけるわ。すぐ着替えるからね。それ仕事じゃん。これで終わり。とてつもなく無駄な時間を過ごした気が。何言ってるのよ。すごく参考になったじゃない。なんか BGM が耳に残って違和感もあるし。いい曲だったわね。あと、綺麗な景色だったわね。どこか外国に住んでるのかしら。それはそうかも。日本にはなかなか声だめはないだろうからな。私もあんな生活に憧れるわ。そっかな。なんか女子力がダウンしたような気がしてるんだが。この動画で述べられていることはすべて個人の意見です。誤解や曲解が含まれている可能性があります。ご視聴ありがとうございました。